今回は後編動画となっております。動画概要欄にある前編動画も見ていただけるとより一層楽しんでいただけると思います。それでは後編スタートです。後編動画始まりました。剪定ですね。はい、今回は剪定メインの動画ですね。はい、前回は草刈り。はい、2画面で撮影しております。だんだん枝が失礼しました減ってっております。くしゃみをこう我慢してるのを横で見えてちょっと面白かったこう隣にはみ出てるやつを切ってほしいっていうことが第一のご依頼でしたね。あ、はい、そこが一番あの重要な箇所ってことですか、ね。はい、もうすでに軽トラも満載になってきてるんで大きいですね。家より背が高い木でした。うん、どんどん伸びますね、あの木も。はい、ここの庭の木たちは発育がすごくいいですよね。うんですね、1年ですごい伸びてますよ、はい、日当たりもいいし。ああ、そうですよね。風も通りやすいんですかね。うん、こちらは裏庭ですね。はい、岩のところから生えてますね。そうですね。こちらは入り口付近の庭木ですかね。はい、キャンシが切っていっております。はい、きっとこういうのも時間をかけて本当にハサミみたいな剪定バサミ、手でも片手でも手でものでやったら、はい、もっと綺麗になるのかなと思いますが、短時間で骨打ちにやらせてもらってますですね。いい感じじゃないですか。ありがとうございます。さっぱり。この日は11月も入ってましたかね。それぐらいでしたね。入ってました、入ってました。あったかいですよね、最近。本当にそうですね。11月中旬というのに。はい。本当、動いたら半袖でも日中はいける気温ですもんね。うん、はい。温暖化ですか。はい。今年は暖冬なんですかね、どなた。あったかいそうだよね。あったかいですよね。うん、小学校ぐらいの時、11月はもうなんかダウン着てるぐらいの、うんうんうん、寒さだったよ。寒かったよ。はい。覚えがありますか。雪降っ
岐阜は雪降ってたんじゃん。たまに。そうですね。下手したら11月って言ったらね。あ、私の出身が岐阜県でございます。で、湘南のお助けマンも前の仕事で岐阜にいたことがありましたんで。そうですね。はい、だいぶ夕暮れになってきて、はい、ちょっと木の調整で切ってます。最後に1本切ったって感じですかね。はい、で全体に除草剤を撒いていきます。はい。軽トラを動かして軽トラの下もしっかりと撒いていきます。はい。物も溶かしてですね。はい。私は細かいところの微調整をしていますからね。はい。草むしり。はい。草むしりですね。はい。はい、1週間ぐらい経って、あの現場見に行くとやっぱり枯れてていい感じですよ。ああ、ね、除草剤、はい、大体1週間ぐらいですか。そうですね、1週間ぐらいで枯れていきます。細かいところの掃除もやって、壁際も綺麗にしていきます、はい、ゴミがたまに落ちてるんでゴミも拾ってまとめていきます。そろそろ終了ですか。はい、それでは現場の湘南のお助けマンにお返しいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事作業完了いたしました。はい、綺麗になりました。まだ1日かかりました。ちょっと薄暗くなってきました。はい、どうでしょう、こんな感じで。はい、さっぱりしたと思います、はい、ちょっと細かいのは残ってますけど、除草剤しっかり撒いてあるんで1週間ぐらいで枯れてきます。ビフォーアフターでまた裏の方も見て、この後流れますので見ていただければと思います。草を軽トラ煽り立てて目いっぱい、はい、山盛りいっぱいと、枝木をもう1台、はい、軽トラ山盛りいっぱいで2台分ですね。はい、はい、2台分剪定と草刈りをやりました。だいたい7時間ぐらいか、9時過ぎから5時ぐらいまで。はい、まあ、丸1日です。夏じゃなくてよかったですね。はい、夏だと夏はちょっと分けないと多分、ね、体力的にできないと思うんですけど、はい、今はまあ10月終わりぐらいなんでそんなに暑くなくて、はい、はい、1日で終わらせることができました。じゃあこれから捨てに行ってまいります。はい、じゃあまだね、ご依頼もいただいてるんでまた動画撮っていければと思っております。チャンネル登録と高評価もよろしければぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では次回の動画ね、ごきげんよう。